いくという側面と同時に、非常にクリエイティブになり、どのようなその法廷闘争を、持ち込まれてもそれに対抗できるような、考え方、手段を持っていくという、そういった多面的な活動が要求されます。はい、ちょっと今の先ほどの話でビジネスエンジニアのちょっと訳し方が、企業ごとの組合ではないので、要は組合員の利益を守る、あるいは組合員にサービスを組合が提供するような労働運動のあり方ですね。だからソーシャルジャスティス・ユニオニズムというのは、それを対抗概念として彼はずっと話してましたけど、社会的な正義を目指していく労働運動ではなくて、と限られたうちうちのメンバーだけの利益を守っていく、あるいはそのメンバーにサービスを提供していくような組合運動を。はい、それでは、じゃあ、そちらから。仕掛けと言いますけれども、どうもありがとうございます。ワーカーズセンターの方ですが、これ、NLCR の会長の富川会長がですね、2ヶ月ほど前に日本に来られまして、それで講演されて、連合の組合なんかにもかなり感銘を与えたわけですけれど、その結果ですね、連合の方も、ワーカーズ連合の実態調査でできれば交流を深めて日本の労働運動を生かしたいという形で数名の代表をですね派遣しようという動きなんですけれど、でお聞きしたいんですが、ワーカーズ連合の場合は田中会長はですね、全米で約300台のね、ワーカーズ連合があるんではないかということだったんですが、今ケンさんのお話では、その繊維ワーカーズとかレストランとか日雇いとか、アフリカ系、韓国系、アジア系とあるんですけれど、全米にある300ぐらいのワーカーズユニオンのうちですね、各種を合わせたら300になるのかね、それともそういうその、ジャンル別といいますか、例えばそのレストランとかね、フィンとか、そういうような分けて、分けるとね、いくつぐらいになるのかということを分かれば教えていただきたいのと、それから日本の場合は、先ほど阿部方さんからもありましたけれど、今の場合は繊維労働者とかですね、レストラン労働者というのは、ワーカーズセンターじゃなくてですね、労働組合が結成できる権利を持って、そこで郵便とかいろいろあるわけですけれど、連合の人間がアメリカに行ってですね、学ぶとすればどういう点が学べるのかね、とあとはちょっと、もし感じを教えて、いただきたいと。いうことを お願いします。それからあと言っては社会的運動といってもですね、日本は2002年ですね、連合評価委員会とかできまして、で日本の組合は企業内のこと、大企業で企業内のことが中心すぎると、だから社会的な正義ですね、社会正義に基づく運動をやるというのがね、提言されて、それがもう12年になるんですけれど、ところがなかなかですね、先ほど言われたように言葉では出るんだけれど、日本の場合は部屋の中で取り込みまして、弱点があるわけですけれど、そのあたり含めて、一言では言えないと思いますけれど、何かヒントがあれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。すいません、その前に聞かれた質問をちょっともう一度、富岡会長、その最後の質問の一つ前の質問について、もう一度、すいません、質問してもらえますか。全米で約300ぐらいだね。はい。で、それでいくつぐらいの産業に凝縮されるかという、その次の単位がね、その次の質問。そうです。はい、州で合体して300になるのかね、それともレストランとか合体っていうか、そういう。年齢の方がアメリカに来て何を学べるか。はい、分かりました。Based on that, what do you think the representatives from Rengo can learn from the visit to the World Center? So, as you indicated, there are close to 300 worker centers throughout the United States. あなたの質問で今あったように、確かに300ほどのワーカーセンターが全米にはあります。Most of these worker centers are very small. Many only have one or two staff people.
これらのほとんどは非常に小さい組織です。スタッフが1人あるいは2人といったところです。And the vast majority of these worker centers came together to address basic needs of workers who were facing serious problems on the job.でそしてこれらは、労働環境において非常に、劣悪な環境にある、労働者の直近の、ニーズを満たすために、集まった、人々で作られています。So some are based in particular ethnic communities and some are based in particular jobs or industries.でなので特徴として、特定の、民族的集まりあるいは特定の、産業ごとの集まりになっている傾向が強いです。Los Angeles has more worker centers than anywhere else in the United States. ロサンゼルスは、全米で最もワーカーセンターが多い街です。And we have worked very closely to try to build relationships between unions and worker centers in Los Angeles.そして私たちは労働組合とワーカーズセンターの共同を強めるために活動してきました。So part of the challenge is to try to find issues that could link unions and worker centers around the common agenda. なので取り組みの一つは労働組合とワーカーズセンターが共通に持つ課題に取り組むべき点を発見することです。So we have been able to forgecoalitions around minimum wage, around labor enforcement, and around immigrant rights. なので、そういった意味合いで、労働組合とワーカーセンターの間で、最低賃金、強制労働、あるいは、移民の権利の点について、一緒に活動してきました。On all three of these areas, we saw interest.By unions and by worker centers to work together. これらは労働組合とワーカーセンターが共に持つ課題として一緒に取り組めたわけです。And on all three of these issues, by joining together, they were more powerful. そしてどれの問題についても力を合わせることでより影響力を強めることができたわけです。Through working together on minimum wage,on labor enforcement and on immigrant rights, it has also helped to build trust and to build a better working relationship. そして最低賃金、強制労働、そして移民の権利の、これらの活動に取り組む中で、お互いに信頼関係を強め、関係性を、良くしていったわけです。But to be honest,This process is still at its very early stages. しかし、正直なところを言いますと、まだこの関係性は始まったばかりの段階です。And the fundamental challenge facing worker centers is that of financial sustainability. そして、ワーカーズセンターの最も根幹的課題と言ってもいいほど、中心課題は財源です。If they move to get more funding by focusing on social service projects, it will actually weaken their social justice program. これらワーカーズセンターが財源を求めるために、先ほどありましたような公共サービスを提供するための機能を強めようとすると、そうするとどうしても、社会正義、ソーシャルジャスティスのための活動の部分が、減ってしまうということです。Because governments would only provide resources and support if they follow a very narrow social service agenda.なぜなら行政がお金を出して公共サービスを提供するときというのは非常に限られた人しか得られないような、枠組みの中でしか、お金を出さないからです。So for example, some of the worker centers have gotten into the arena of providing low-income housing. 例えば一部のワーカーズセンターは低所得者向けの住宅を提供するサービスを、始めました。
have gotten government funding to actually build large buildings that will provide low-rent housing to low-wage workers.でそれによって低賃金労働者の住めるような、家を建てるための、財源を行政から獲得したりしたワーカーズセンターもあります。So the challenge is that there is never going to be a shortage of needs of low-wage workers.でしかし、低賃金労働者の、存在する限り、その低賃金労働者のための、支援の、必要性というのも、決して減っていかないわけです。常に存在してしまう。But in order to embrace a change agenda, that is really the most effective way long term to build power for workers.で長期的に見たときに必要なのはその、低賃金労働者という立場の人たちが、何かサービスを得ることではなく彼ら自身が、声を上げて世の中を変えていけるそういったエネルギーを持っていくことなんです。We have had a number of delegations from Japan, visit us in Los Angeles and in other cities, and they have met with worker centers and with unions.多くの日本からの調査団が来てワーカーズセンターを訪問したりそこで働く人たちと話をしたりしました。 And we would welcome that process to continue into the future. そしてこれからも続いていくことを願っています。 But the reality is that it is the labor movement and social justice activistsHere in Japan, that need to chart the path forward that makes most sense for you based on your circumstance. しかし大事なのはここ日本で活動する、組合の方とあるいはより幅広い社会変革に関わる活動を行う人たちがこの日本で必要に迫られている人それらの状況に合ったその活動をしていくということが最も必要なことなのではないかと思っています。 So part of the benefit in terms of these delegationsis to engage in a thoughtful reflection and planning process yourselves to strengthen the movement in Japan. なので、そういった、学びの旅で来られる方々にとって、まあ、一番となるのはそこで得られた学びがそれがどのように、日本に、照らし合わせて考えられるのかと。そういった、思いを馳せるそこの部分においてこの訪問する価値があるのではないかと私は考えています。はい、どうもありがとうございました。あと発言もちょっとあと10分しかないので発言をあとはお二人だけでよろしいです。3人、4人じゃ1人2分で順番に、吉野川お願いします。中田と言います。アメリカの最低賃金についての決め方についてちょっと確認ということでもう一度説明をお願いしたいんですがロサンゼルスの市と組んで15ドルに決めたっていうことなんですが具体的にはロサンゼルスの市長がロサンゼルスの市議会に議案を提案してロサンゼルスの市議会で決定するっていうことなんでしょうか。以上です。一つは労働法制の改悪ということが例えばアメリカ政府が対日政府対日要求として例えば労働者派遣法だとか解雇の金銭解決制だとかそういったものも、要望として出てたのが日本の、まあ、自民党政権で、まあ、今いろいろその法律が出されたとかって改悪の動きが出てきてるんですけど、まあ、そういうまあ日本が改悪すれば当然アメリカにとっても、まあ、アメリカの労働者階級にとっても、まあ、
不利なことになると思うんですけど、そういう意味では、まあ、ある種政府同士が結託して他公正企業の利益のためにお互いの条件が不利になるように丁寧に向けた競争をやっていくっていう状況だと思うんですけど、これをなんとか突破していかなきゃいけないのかなっていうのはあると思うんですけど、そこら辺の話で、あともう一つ、あの TPP の問題について現在あの日本ではあまりちょっとまだ盛り上がってきれてないんですが、まあ、あれも多国的を結託をして、まあ、日米両方それぞれで、まあ、企業にとって都合がいい世界を作るためにやってる、まあ、悪だくみだとは思うんですが、それをまあなんとか日米労働者の連帯して潰す必要があると思うんですけど、まあ、TPP についてアメリカでの論議とか何かご存じでしたらお聞きしたいです。はい、じゃあ、トップです。あ、吉村と申します。ですね、リビングウェイジオーディナンスの、存在意義というかがこれからどうなるかということを、伺いたいと思います。地域全体 の、 その、賃金水準が15ドルというふうに、上がっていって、リビングウェイジで求められているあの水準を上回るともう意味がなくなるのか、あるいは、まだ意味があるのか、その契約を通じて賃金の水準を規制するということに意味があるのか。均等対話アクションで均等対話を求める運動をしている猪木と申します。ちょっと質問者に性の偏りが多いので最後に女性ということで、どうもいろいろお話ありがとうございました。で、今日 の、 あのスライドの中にも、活躍する女性たちがいっぱい出てきましたが、今アメリカ の、 そのロサンゼルスでも結構ですけど運動の中で女性たちの活動している、まあ、活動家として活動している割合はどの程度なのかということと、どうして女性、日本は非常にダメなんですね、女性たちが活動できる状況があるのか、まあ、そこに何かあの重要なポイントがあったら教えてください。以上です。Thank you. Those were all excellent questions. I'll try to wrap them up in the last 10 minutes of our conversation today. どうも素晴らしい質問でありがとうございました。最後10分で何とか答えようと思います。So, on the issue of minimum wage, it is a city-by-city, state-by-state process. 最低賃金の件については、各都市ごと、市ごと、あるいは州ごとのプロセスになります。And like the federal government, at the state and city level, you have the executive branch and you have the legislative branch. そして連邦政府と同様に、それぞれの州あるいは市の自治体においても、行政機関と立法機関があります。So in the city of Los Angeles, the executive branch is the mayor and the legislative branch is the city council.なので、ロサンゼルスの市の場合は行政の長が、市長であり、立法の長が、市議会になるわけです。The Los Angeles City Council drafts language regarding minimum wage and sets up a time framework on how it should be increased and to what level.なので市議会でもって、最低賃金がいくらまで引き上げられるべきで、それがいつまでに実現されるべきかということを、法律の文言でもって、審議されるわけです。The mayor can either sign it into law, veto it, or can negotiate with city council to a mutually agreeable bill.そして市長は、その議会を可決したその新しい法に対して、それを、拒否するか、そのまま受け入れるか、あるいは、改正を求めることができるわけです。In this instance, we had support from both the mayor and the city council, so the process of developing the language was very harmonious.でこの場合は、市長も市議も、共にこの最低賃金引き上げに賛成だったために、非常に、前向きに話が進んでいきました。But it would not have happened
without a much broader based movement of key unions, worker centers, community organizations that brought pressure on the city council to act.しかしながらそれは、労働組合だったりワーカーズセンターだったりあるいは草の根で活動する組織だったりそういったものが、市議会を、に圧力をかけてそれを求めていくということなしには、起きなかったことです。The mayor was considering a lower minimum wage, but it was the campaign that really pushed it to $15 an hour.市長は実はそれよりもう少し低い額の最低賃金引き上げを検討していたのですがこうした市民運動から支えられた市議会からの圧力によって市長もそれを飲んだというわけです。I wanted to come back to the transnational corporations in a minute, but because there was a second question about the living wage ordinance, I wanted to address that.そして質問いただいた多国籍企業 の影響についてはちょっとこの次の質問先にお答えしてから戻ってきたいと思います次の質問も賃金に関することだったからです So for 20 years in the United States there have been various attempts to address issues of economic inequality 過去20年間アメリカでは経済的格差を何とかするための様々なキャンペーン取り組みが行われてきましたAnd one of the first national campaigns was the Living Wage Ordinance. そして全国的なキャンペーンの一つが、この Living Wage Ordinance という、生活賃金法に関する、活動です。This was a very important breakthrough that brought together unions, community organizations to advance local policy.これは労働組合だけでなく草の根の運動たちも一緒になって地方自治のために取り組んだ非常に重要な転換点でした。But the living wage ordinance was rather narrow in terms of its focus. でしかしこの生活賃金法自体は比較的狭い範囲のものでした。The living wage ordinance was targeting the tendencyA local government to contract out government jobs and instead award them to private contractors. これは、行政公共サービスの、担い手を、外注する民営化することによって、賃金をその民間企業に、流してしまうということを、ターゲットにした活動でした。So they argued that it wasn't good enoughto have those contractors paying minimum wage, those contractors had to meet the city standards by paying a living wage. つまりここで議論されていたのは、民営化することによって、本来その公共サービスを行政の中で提供するのであれば、公務員に指定されている、最低賃金を支払わなければならないところを民営化することによって、より低い最低賃金水準で、労働させられることができるというそういう状況に対してそこに対してもその、市が持っている、水準の、同様の賃金を支払うべきであるというそれが生活水準賃金であって、そのように、外注する民営化するサービスについても適用すべきだというそういう活動だったわけです。 So the two contributions of the living wage ordinance is that number one, it lifted the wages and benefits for contract workers, and number two, it discouraged the cities and the municipalities from contracting out work in order to undercut wages. なので、この活動の大きな利益は2点であって、1つは実際に民営化された先で働く労働者たちの労働環境を改善したということと、もう1つは行政の民営化自体をそもそも見送らせるような方向性に力が働いたわけです。And more importantly, the living wage movement helped to encourage other economic justice movements, including minimum wage.でしかしそれ以上に、歴史的背景の中でこのリビングウェイジに関する活動があったことによってさらに幅広い経済的格差を解消するための、運動の、糸口となったわけです Moving on to the transnational corporations and the trans-pacific partnership I think that the TPP is a very dangerous piece of legislation that will weaken worker standards in the Pacific Rim and around the world
そして多国籍企業と TPP に関するコメントと質問ですが、私自身はこの TPP は非常に危険なものであり、この環太平洋地域の全ての労働者の権利を削ぐものであると思っています。 It is a corporate designed initiative which will benefit neoliberalism and multinational corporations。これは企業らによって書かれたものであり、企業とそれと新自由主義者しかそれによって利益を得ることはないでしょう。 And it will put pressure against policies that defend worker rights。 そして労働者の権利を守るようなそういう法を作らせないようなそういう圧力となります。I think it's also dangerous that TPP, while it is economic in its scope, it is also, in my view, military in its scope. そして TPP は、その文言自体は経済に関する協定であるかのように見えますが、同時にここに私は非常に軍事的な要素を感じます。And so I think the Prime Minister's push to militarize Japan,and the push to build the base in Hinoko are very much part of that same TPP framework. なので、今の、安倍首相の行っている、安保法制であったり、あるいは辺野古での基地建設であったり、そういったものが全て同様の、フレームワークでもって、同様の構成でもって TPP と存在している、並列のものであるかのように感じられます。And finally, on the issue of the rise of women within the US labor movement,そして最後にコメント質問いただいた女性の役割についてですが、Many of the organizing campaigns involving immigrant workers have been led by women. 多くの移民労働者に関わるキャンペーンは女性たちによって率いられてきました。And women workers have assumed tremendous roles of leadership in bringing unorganized workers into the labor movement.そしてこの女性たちの運動というのは、それまで組織化されていなかった労働者たちを労働組合の運動に引っ張ってくる非常に重要な役割を担ってくれました。And given the nature of many of these organizing campaigns that have embraced a social justice orientation, it is these same women labor leaders that are bringing that spirit into the U.S. labor movement.そしてこの、社会正義に基づく、活動の、性格からこうした、女性たちが、同様にその女性の権利だけでなくさまざまな社会的な問題の、に関する考えを労働組合運動に一緒に引っ張ってきてくれているわけです。 The woman featured in the video, Marielena Durazo, was the first woman and first woman of color to lead the Los Angeles labor movement.そしてビデオの中にも出た女性で、一人彼女は、有色人種の女性で初めてロサンゼルスの労働運動を、率いた、女性でもあります。 And not only was she a labor leader, she was an immigrant rights leader and a women's rights leader. 彼女は、労働運動のリーダーだけでなく、移民のための、活動のリーダーでもあり、そして女性の、平等の、権利を、主張する運動のリーダーでもあります。And for the first time, we have a new generation of dynamic women leaders at the national union level. そして今、史上初めて全国、レベルのところで、女性のリーダーが誕生しています。The presidents of the Service Employees Union, the National Education Association, and the American Federation of Teachers, three of the largest unions in the country, are all led by women.そしてサービス産業、教育、それと、教員の、組合のその3つの、最も大きな、産業のうちに含まれるようなものなんですが、それら全てが女性のリーダーによって率いられています。So in my view, this will not only enhance the role of women within the labor movement, but these three women leaders and others are also at the forefrontof embracing the philosophy of social justice unionism. なのでこれが象徴することは、単にこの女性たちが、この3つの産業を率いているというだけではなく、もっと幅広い社会正義に基づく、連帯思想を、全米に引っ張ってきているんだと、そういうことだと考えます。 So thank you again for joining us this afternoon.
please come to visit me in Los Angeles. And I really look forward to continuing this process of communication, dialogue, and building cross-border labor solidarity. 今日は来てくださいました。本当にありがとうございました。そしてぜひ、ロサンゼルスにも来てください。そして今日のこの会話がここでの会話だけに限らず、その後の長い連帯につながっていることを願っています。ありがとうございました。はい、3時間半の研究会もあっという間に終わってしまいましたので、本当に健藤さんありがとうございました。まあ、継続して UCLA のレバーセンターとは、それを作りながら、まあ、相互に意識したいと思いますので、よろしくお願いします。今後の研究会、手元のところにいろいろ、最新関係のいろんな参考になる研究会もありますので、ぜひご参加くださいということで、時間もありませんので、交流会参加されたい方は場所は取っていないので、いつ考えてまた近くへ行きたいと思いますので、1階にちょっと片付けに少し時間かかりますが、行きたい方は1階へお待ちください。それでは最後にもう一度検討をさせていただく通訳の田中さんにお礼の拍手をして